皆さん、こんにちは。しょうまりです。今回ですね、えー、トミカの新車、えー、今月の新車ですね、えー、3月の新車です、えー。3台買ってきましたので紹介します。なお、この動画は買ってきたもの,の紹介なので、後日開封動画をアップしていきますので、楽しみにしていてください。ナンバー60番、イスズエルフ、車両運搬車です。えー、初回特別仕様になります。アクションとギミックは、スロープ稼働と、 ベレット積み下ろしになりますで。ボディカラーは白になりますね。で、あと、えっ、ー、と、上に乗ってるベレットは赤か、まあちょっとオレンジに近い色ですね。二代目も同じくナンバー60番、イスズエルフ、車両運搬車です。こちら通常バージョンになります。で、アクションとギミックはスロープ稼働と117クーペ積み下ろしになります。で、ボディカラーは青になります。117クーペは 黄色になります。で、3代目はナンバー2番のスバルワークス S4 覆面パトロールカーです。スケールは1 62分の1で、アクションとギミックはサスペンションとボンネット開閉になります。で、ボディカラーはシルバーかグレーかのどっちかですね。はい。で、石灯ランプもついています、まあ。覆面パトロールカーなのでね。はい。え、以上の こちらの3台ですね。この3台が今月の新車、3月の新車になります。後日開封動画をアップしていきますので楽しみにしていてください。それでは今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。さよなら。